あやちゃんさ、はい、この車乗ってみたい？運転してみたい。今までベンツは乗ったことあるの？ないです。ない？初めて。初めてです。うーん、じゃあ乗ってみようか。はい、よし、じゃあどうぞ。はい、今日は、はい、新型のメルセデスの A クラス、はい、これに乗ってみたいと思います。はい、これなんかほら東京都サロンでさやりましたね。やったよね。はい、はい、メルセデスっていうやつ。はい、で返事したら怖いよね。外からでも。外からでも。それじゃあまずエクステリアからチェック。はい、今回のこの A クラス、うん、まあノーマルグレードでね。これノーマル？そう、スポーツモデルがあって、うん、AMG パッケージみたいな、うん、それだとなんかエアロっぽいのがついてる。ああ、そうなんだ。見た目違うんですね。そう、見た目ね、多分これすごいノーマルだよね。うん、このホイールもちっちゃい、16インチ、うんうん、多分スポーツモデルはもっと大きいと。そうなんだ、うん、全体的にやっぱ A クラスだから、うん、こうコンパクト。コンパクト？コンパクト、フィットで、うん、まあフィットとかさ、うん、ああいうような感じのコンパクトモデル、うん、ただフィットと比べたら大きいわな、ちょっとは。まあそうですね。見て、なんかね、ワイパーが何これ、なんかちょっとオシャレッティだよこれ。違いますね。ちょっと違うよね。そう、え、何？あ、でも起きない。あ、起こせないんだ。起こせないんですか？え、起こせないね。洗いづらそう。なんかでも、なんかほらちょっと面白いデザインが違うよね、うん、え、フロント見てみようか。フロント意外と普通。まあでもなんか普通じゃない。普通じゃない。普通じゃなかった。メルセデス・ベンツなんだよね。かっこいい。ベンツ、ベンツだけだし、メルセデス・ベンツだから、はい、メルセデス。なるほど、うん、あとはヘッドライトが、うん、CLS っていうグレードがあるんだけど、クラスのね、うん、CLS からこういうちょっとヘッドライトが変わってる。こんな、あ、違うんだ、ちょっと細め。うーん、そうなんだ、うん、ちょっと変わったよね。もともとはもうちょっと広かったんですか？もうちょっとね、大きかった。それがこういう顔になってきてるから、うん、今の流行りってこと？そうだね、多分もう次の C クラスとか次の E クラスとか、うん、S クラスとかだんだんこんな目になってくる。じゃあ中を見てみましょう、はい、まずチェックするところは、うん、この中の、あ、見て、ほらほらほら、あ、え、なんで、ほら画面がさ、この子の顔になってない？なってます。ウェルカムみたいな、そういうことなの。お目目光って、すごい、こんなの違うんだ。すごいすごい。これメーターがさ、全部長いスマホになってる。全部タッチパネルですね、うん、全部液晶モニター、すごい。あとそのこのデザインもなんか未来チックだよね、これ。ね、このエアコン吹き出し、おしゃれ。あとね、思ったのがさ、うん、このこれノブレスじゃないよ、ノイドアノブ。ドアノブ、これなんかこのデザイン近未来的だね。ね、これ今までこういうのはなかった。いや、今はこんなんじゃなかったね。なんかダイソンのこれ、ここから風出てくるようなファンのやつみたいな感じしてない？すごいな。すごいじゃん。うん、シートの形してるから、うん、これを、そういうこと。そう、これをシート形になっとって、この座席のお尻座るところを前にやると、これ前に、あ、ここにない。そう、知らなかった。これ後ろじゃん。そうなんだ、うん、で、こう、これを上に、これを上に上げるとワーグ上がる。わー、すごい。で、こっち、お尻の方を上に上げると、すごい。で、この背もたれのところ、これで、ほんとだ、これでシート合わせするのね。へー、そうなんだ。で、例えば、これ M123 ってあるね、うん、これ何かというと、その今シートをちょっと、もう例えば逆に目いっぱい前やるよ、これ。もう目いっぱい前、これ以上前いかない、うん、これも目いっぱい前に、うんうん、じゃあこの
狭苦しそうな位置を覚えよう思ったら、うん、この M をボタンを押してパコって言ったよね、うん、次逆に一番こう下げてこうやって下げてちょっと体が大きい人用で合わせて、うん、M にって押す。まあ同じように3もまた違う位置でやると、うん、1人目の人が乗った時に位置を押すだけで元通りになる。ああ覚えておいてくれるんですね、うん、ほらほらほら、おすごい、押しっぱなしでずっと動くよこれ。あそこに行くまで位置を押すってこと、はい、そうで次乗り換えて2番の人、うん、来たらうわ攻めってなるじゃん、うんうん、この時に2番を押し続けるとえすごいメモリした位置に、いやこれ欲しいこの機能そうこれめっちゃいい、アルファードもついてる。あそうなんですか。そうそう、ここにだいたいシートのマークのところにこう123って書いてあると、うん、それで機能だったんです。そうこれね、へえ、これシートの形でしょ。うん言われてみれば、うん、でまあ上のグレードになると枕かヘッドレストもついてて、おーおーおー、ヘッドレストもこう上げると出てきたりさ、え自動で上がり下がりする。ああ自動で上がり下がり、そうなの。そう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 、これね、うん、これのねすごいなと思うところがある。はい、ここで問題ね、はい、オフがないでしょ、ライトを消すっていうのがない、うん、お日本の車ってオートがあるけどオートの手前にオフがあるじゃない。あるあるある、奥にあると、うん、手前か、うん、ポジションのこの前がこうオフがあるはずよどっかに、うんうん、ありますあります。これオフがないこれ違うん、よくさ最近さあやちゃんでも見たことないかな、夜走ってんのライトつけてない人。あー夜行性の人ですね。つけ忘れだよね、はい、つけ忘れ、夜行性じゃないよ、目が夜行性だぜ。俺はライトつけてるのがいらないみたいな、そうなんじゃなくて結局ライトをつけ忘れ、あー決してそのオフにしたまんまでとかちょっと市街地行くと街灯が明るいからライトついてなくったって明るいもの走っちゃうの、うん、でメーターも最近の車ってさ、うん、全部光るじゃん、うん、光ります、光るもんで、昔の車はね光ってなかった。だからそう昔の車はさメーターが光ってないからライトついてないんだって分かる。そう分かるの、だから真っ暗になるもんね、メータースピードメーターとか、うん、暗くなるからライトつけて初めて文字のところが光ったり、うん、そのメーターのところライトで照らして今何キロって分かるようになるから、うん、つけ忘れっていうのがあんまりなかったね。ところが最近の車みんな自光式のこうメーターだから、うん、光っとるもんで、その自分がライトをついてないっていうことを気づかない、気づけないかもしれない。結構いますよね、うん、でオフオートのまんまにしとる人だったらいいけど、うん、オフにしちゃっとると オンにしないんだよね。それが結局夜につけ忘れの原因になって、うん、危ないから、うん、だったらオフっていうのをなくしちゃえっちゃうぜ。あもうないんですね。ないの。そうなんだ、うん、それっていいのかな。いや俺も一番最初メルセデスベンツが消灯がないっていうのは違和感感じたんだけど、うん、これはやっぱりね日本の車も見習うべきかなと思っちゃ う、これだったら絶対消して走ってる人いないよ。まあ確かに確かに危ないもん。やっぱりあれ真っ暗だよ、黒い車でライトつけてなくて走っとったらさ、まあ目の前車で分かんないもん。分かんない分かんない、危ない危ない、カーブされたら終わり、うん、で歩行者も危ないよ。あまあそうか、車来とんのがさ認識できない、認識できないよライトがなくて。それを考えてやっぱりいらないっちゃいらないものなのかな、うん、だからもう今の時代、うん、消灯ゼロはいらないと思う。だからそういう意味ではメルセデスベンツって、うん、ずいぶん前なんだよねオートになって。そうなんだ。やっぱりね自動車を発明したメーカーだけあってね、やることが最先端だね。そうですね、いろいろ考えてるんですね。そう、それはこれだね、やっぱりこれあるんだよ、ライト類だよっていうマークだよ。あ、別にボタンなわけじゃないんですか。待ってよ、無反応かな。そっか、うん、めっちゃボタンみたいな。これが自動パーキング部。あ、そこにあるんですね、うん、へえ。これそのホンダの車と逆、ホンダはパーキングを引くっていうので引いてかかるけど、これ引くと解除になる、押すとかかっちゃう。慣れないとでも触らないんだよ。えパーキングすれば勝手に。えじゃあなんでついてるんですか。まあ一応みたいな。
完全自動だとなんかこうほらやりたいときにやれんかったりするじゃん、うんうん、だから手動ボタンがあるみたいな感じでね、基本は触らないけど一応手動もある。それであとまあこうメーターのねハンドルのところにいろいろついてるけど、これなんて面白い、リミッターリミッターボタン、これ押すとリミッターをセットで分かる。これこれリミッター80にしたらもう80は出ない。あ、そういうことか。そう、ここでここでメーターがさ80、ここまでしか出ないよね。ここまでしか出ない。どんなに踏ん張ってもどんなに踏ん張ってもだから例えば高速道路で100キロだ、じゃあ100キロに設定をして、うん、でもうどんなにアクセル踏んでも100キロ以上出ないから。へえ、すごい。そう、スピードメーターはまあ逆に見なくったってスピードオーバーすることはないよっていう安全なやつだよね。へえ、めっちゃいいですね。うん、すごい。そう、例えばうわ近くにパトカーがおるわ、ぼーっとしとってスピード出しちゃっていかんなっていう時にね、うんうんうん、セットしとけば絶対100キロ超えることない。これ、うん、ね、ここですね、うん、タッチパネル。タッチパネル、タッチパネルだね。これに連動したタッチパネル、うん、そう、こうやっていくよ、ピョッピョッ、設定ピュッ、ステアリングアシスト、うん、これもオンオフがあるわね。ステアリングって何でしたっけ。ハンドル。あ、そうか、ステアリングってあんまり言わないか僕らはステアリングっていうの、うん、普通の人はハンドルっていうの。ハンドル、なるほどすごいね、すごいすごい。もう俺らもステアリングステアリングっていうの。そうなんだ、なんかタイヤのことかと思った。ステアリングとかタイヤなんかこう、なんかこうバランス、タイヤのバランス見ますよ。ステアリング。やめてください。そうか。そう、これもなんかおしゃれって言いたいね。これハザードだな、これ。あ、そっか。光っとるじゃん、これ。あ、なんかドア開いてますって言って。あら、すいません。よいしょ。はい、しまいました。OK。あ、そうだよね、これ。ハイメルスデスって言うんだよね、確か。どうぞお話しください。もう一度お話しください。ハローメルセデス、あれハローメルセデスなん。メルセデスミーに電話をかけ、いや、なんか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